はい、今妊婦なんですけど、はいはい、これやった方がいいとか気をつけた方がいいまず一番は肉とかレバーとかそういうのちゃんとバリバリ食べることですね。レバーがもともと苦手で、あ、じゃあレバー以外でもいいわ。栄養価が高いやつ、タンパク質と脂質が高いやつを取るのがまず最初じゃないかな。今さら解毒したっても妊婦やったら遅いから、サプリメントよりは、サプリメントも選び方次第ではありなんですよけど、それよりは食事療法の勉強して、妊婦やったら糖質制限とかを意識した方がいいと思いますね。糖質制限って食事法があるから、それを意識した方がいいと思う。糖質制限は砂糖とかをカットする食事法じゃないから全然関係ないから、そこは自分でちょっと勉強してみて、ローカーボとかケトジェニックとかって言われるようなそういう食事法をちょっと意識した方がいいと思う。あとおすすめのサインで思うと思ってて、例えば、まあ、1時間から3時間ぐらいはウォーキングをしてくださいとか、うん、スクワットしてください、はいはい、だ筋力、ね、ないから、その意味ではそれは別に悪くはないと思います。だけど栄養力がなかったら運動したってそもそもダメっていうのがあるから。